はい、どうも、虎吉の無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でのウィンが、991日目ですね。はい、現在2022年8月25日の16時15分なんですけども、今回はですね、まあ、プロスペースマンスリー感謝祭、4回目と、あと契約書もね、開封して、契約書なんですけども A ランク自治務契約書上2枚と、あと S ランク 10% 契約書も2枚、この4枚開封して、でその後に、S ランクね、自治務ミキサー、これも1回だけですけども、やりたいなと思います。はい、一応まあ1回分ありますんでね、ぜひね、欲しい選手いますんで獲得したいなと思ってます。はい、それではまずプロスペースマンスリー感謝祭4回目ですね。これ行きたいなと思います。過去3回、全て B ランクなんでね、ぜひもうそろそろね、 A ランクぐらいは来てほしいなと思ってます。行きます。購入4回目お願いします。A ランクぐらい来い。いやー、守備かな。ないか。いやー、ないな。A ランクぐらいないか。はい、はい、B ランク浅村選手ですね。はい、いや厳しいな。はい、続きまして、契約書開封するんですけど、 A ランク自身も契約書ね、2枚ありますんで、一応欲しい選手確認しておきますね。 A ランクのオリックスの欲しい選手、ですね、まあ、今回ね、追加されたのがこの野口選手、 A ランクね、追加されたんですけども、まあ、S ランクもね、もう実装されてるんでね、まあ、ぜひ、まあ、もちろん1枚も持ってませんのでね、欲しいなと思ってます。あと、この吉田亮選手、現在 S ランクを持ってなくて A ランク4枚です。で、このバレラ選手もね、 S ランクを持ってなくて A ランク4枚なんで、まあ、ぜひこの辺り来てほしいかなと思いますね。はい、まあ、この山崎選手とかもね、まあ、称号用一応ありますけども、まあ、来てほしいかなという感じですけど、まあ、吉田選手、バレラ選手、野口選手、この辺り来てくれると、まあ、嬉しいですね。はい、そういう感じです。それでは、まずは A ランク自身契約書上にまいきますね。はい、これいきます。今言うと吉田亮選手、バレラ選手、で野口選手、この3名ね、来てくれると嬉しいです。いきます、お願いします。来い。吉田亮選手、バレラ選手、野口選手、来てほしいですね。来い。宮城選手、はいはい、宮城選手はもう称号をつけてますね。称号読む名前があります。はい、来い。んー、おっしゃ、バレラ選手、これで5枚になりましたわ。いや、これでね、ちょっとね、この後ミキサーしますけどね、バレラ選手来ても極めでね、オーダー入れれますんでね、まあ、ぜひ来てほしいなと思ってます。バレラ選手、これで5枚目ですね。はい、よかったです。はい、それでは S ランク 10% 客勝2枚あるんですけど、まあ、これ1枚ずつね、引かしてもらいます。まずは長子くんザワールドクリア数24の報酬、S ランク 10% 客勝、ぜひ S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。んー、いやー、渋いなー。いや、まあ、A ランクやったらね、ぜひオリックスの選手、割れろか、割れへんか。木下選手、中日ですね。はい、はい、1枚目は A ランクでしたね。はい、それでは2枚目、お祭りログインボーナス9日目の報酬の S ランク確率 10% 逆勝、ぜひ S ランク来てほしいです。いきます、お願いします。 S ランク来い。お、どう、うん、 S ランク来い。いや、ないかな。来てくれ S ランク、頼む、割れろ。あ、割れへんや。松山選手、広島、はい、いやー、割れへんか残念ですね。まあまあいいです。はい、まあ、一応ね、 A ランク自治務契約書でバレラ選手、欲しかったバレラ選手来ましたんで、まあ、それは良かったかなと思います。はい、それでは S ランク自治務ミキサー1回だけしますんでね、欲しい選手の確認しておきます。結構ね、まだいましてね、欲しい選手ね、まあ、被らんかったらほんまもう基本的には誰でもいいんですけど、まあ、この野口選手の A ランク持ってませんので、ちょっと来られても困るんですよね。はい、でこの今回追加されたビドル選手、A ランク持ってないんでね、この2名以外やったら、まあ、誰来てもまあ強化にはなるなっていう感じなんですけども、
まあ、中でもね、欲しい選手はこの山岡選手、山岡選手は、去年のシリーズ1ですね、3700の山岡選手持ってましてね、まあ、称号用も結構ありますんでね、はい、9位 A とかも載せれますんで、載せれるかもしれないんでね、ぜひ来てほしいなと思いますね。あとは若月選手もね、もう A ランク現在6枚持ってまして S ランクも自体を持ってないんでね、まあ、ぜひ来てほしいなという感じなんですけども、まあ、今回追加されたこの山崎選手もね、ぜひ来てほしいなと思うんですけども、もうかぶらなかったらそうですね、野口選手、ビドル選手以外やったら今ねこのバレラ選手も A ランク来ましたんで、極めにできますんでね、この辺り来てくれると非常に嬉しいかなと思いますね。はい、まあ、かぶらず来てくれれば誰でもいいです。はい、それではこっちですね、はい、行きたいなと思います。まあ、1回だけなんですけどね、1回だけなんですけども、どうしましょう、阪神残しますわ阪神を2枚残しますね、これでいきます、この5枚でいきます。とりあえずもう被らんかったらね、野口選手とビドル選手以外やったら被らんかったら誰でもいいんで、ぜひ被らず来てほしいです。いきます、 S ランク自治ミキサーお願いします、被らず来い、頼む。さあ、被らず来てほしい、被らんといてくれ。さあ、ダメ。おお、野口選手か。かぶってないけどな。本田選手もね、この間来たんですけども、まあ、野口選手一応ね、A ランク今回実装されましたんでね。そうか、野口選手か。いや、かぶってないけどさ。A ランクないもんな。いやー、これまたちょっと厳しいな、逆にめっちゃきついな。そうか、一応ちょっと能力見ますね。そうか、野口選手か。いやー、そうきたか、残念やな。かぶってないんですけどね。はい、ここですね。はい、守備がショート D、 弾道中弾道、ミート58、パワー54、走力71ということでね、まあ、あんまりね、まだ強い選手、まあ、若い選手みたいですけどね、はい、まあ、守るところもね、もういっぱいありますね。ファーストとキャッチャー以外は大丈夫そうですね、極めまでいけばね。はい、いやー、そうか、そういうことか、そうきたか、固め打ち、粘り打ち、逆境ということでね、22歳、大学通算100安打ということで、素晴らしい選手なんでしょうけどね、ちょっとね、僕ね、A ランク持ってないんでね。いやー、そうか、僕ね、この本田選手もそうなんですよね、本田選手も A ランクないんでね、この間来たんですけどね、かぶりはしなかったんですけど、もうこう来られると非常に厳しいかなという感じなんですけどね、まあ、しゃあないですね。はい、山岡選手とか欲しかったなー。まあ、しゃあないですね。もうしゃあないですわ、もうそれしか言いようないですけどね。はい、まあ、今回こんな感じですね。まあ、どうでしょう、 A ランク自チーム契約中でバレラ選手の、5枚目、 A ランク5枚目が来たんがね、非常に、まあ、それが良かったかなと思いますね。まあ、S ランク自チームキサーで、まあ、ニューでしたけどね、かぶりはしませんでしたけど、野口選手来てくれましたんでね、まあ、とりあえず A ランクも出てる選手なんでね、まあ、頑張って、もしかしたら A ランクね、急に5枚集まるかもしれませんのでね、それを期待して、頑張りたいなと思います。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。